文学博士。岩手県盛岡市出身。旧盛岡藩士、原正太の長男として生まれる。盛岡中学校、第一高等学校を経て、1896年、東京帝国大学文科大学史学科を卒業し、大学院に進む。1896年12月から一年主願兵として、この F 表第4連隊に入園。1899年2月、 陸軍不評少尉に任官し、1904年、不評中尉に進級。1899年9月、第一高等学校教授となり、1902年10月、文学博士号を取得。1907年2月から1909年3月まで、イギリス、アメリカ、ドイツに留学。帰国後、京都帝国大学文科大学教授に就任した。 1922年4月から1924年1月まで文学部長を務める。和辻哲郎や西田北郎らと同僚であった。専攻は西洋史だが日本史にも通じていて日本通史を英語で執筆、出版したことでも知られている。また西洋史の研究を通じて日本にも西洋史の中世と同じようなものがあったことを指摘し、それは 他のアジア諸国と日本との違いであると主張した。あずま鏡の資料としての価値と限界についてなど、鎌倉時代について文化史から考察論考を書いている。1924年、直腸癌と癌性腹膜炎のため京都で死去。墓所は森岡市の北ケ寺にある。ありがとうございます。